こんにちは、ンカです。今回ですけども、ビブラートのやり方、解説をしていこうと思います。じゃ、あまず、その、今回紹介するビブラートってどんなビブラートなのかってことなんですけども、あの、すれ違う時の中で、こういう語尾の処理に使ったりとか、夢ならば、どれほど、ど、うとか、こう、早いビブラートだったりとか、目を閉じた、その中に、 この辺もビブラート使ってますこういうところに、えー、着目して紹介していこうかなと思いますそしてこのビブラートの方法が分かったりとか練習していくと他にもあの例えば花束の代わりにメロディーをとかそのメロメローとかこの分かりますメロディーをじゃなくてメロメロディーティーディーをおおおおとかこうフェイクが こう入れられたりとかするかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ結論どういう風にこのビブラートやってるのかってことなんですけども、音程の変化をてるってことになります。音程の変化、もしくは喉仏の上下になるかなと思います。 まよくあの横隔膜を使ってますよとかまあいろいろあると思うんですけどもそれはそれで参考にしてみていただいて今回僕の言い方になると音程の変化っていうのと喉仏の上下になるかなと思いますそして冒頭でやったあの「すれ違う」とかのこの「う」「ちりめんビブラート」みたいなところで言うと音程の変化をさせてるんですけども同じ音の幅くらいで音程の変化をさせてるとこういう細かいビブラートになるかなと思います あーってこう、あーなんだけど、あーの音程なんだけど、あー。わかります演歌とかになると、あー、ああああ川の流れのってこう、あー、おー、って結構幅が広い。でもこう、ポップスとかになると、幅が狭いっていうのは、音程の変化が狭いから、細かいって感じでございます。腕を例えばじゃあ、 ここまで上げて、ここまで下げるという行為を、めちゃくちゃ早くやってみてください。こうやって。ここまで上げて、ここまで。いくら頑張って早くやっても、ちょっと遅く聞こ見えません遅く見えるっていうか、まあ、あれか、差がわかんないかもしれないけど。じゃあ逆に、ここの高さとこのここの高さで早くやってみてくださいってやったら、早く見えますよね。この幅よりも、 この幅の方が早く見えますよね。なので、音程の変化の幅が狭ければ狭いほど細かいビブラートに聞こえるかなと思います。音程の幅が広ければ広いほど大きいビブラート。まあ、わざとらしいビブラートだったり、演歌で使うようなビブラートになるかなと思います。そして、こっからどんな風にね、あの、やってるのかっていう感覚を伝えたいんですけども、説明するよりは一緒に声を出して練習していく方が伝わるかなと思いますので、まずは声を出していこうかなと思います。高い音、低い音っていうのを交互に出してみてください。

こうすることで何がわかるかってことなんですけども喉が上がって下がって上がって下がってっていう感覚がわかりませんかうーん、上がってる。うーん、下がってる。うん、うーん、うーん。まあ、喉が上がってる下がってるじゃなくても、例えばちょっと詰まる感じがある。解放される感じがあるとかでもいいです。こう、キュッ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 ,キュッみたいな。うん、うー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 ん、う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 ん、ん。こんな感じでわかるかなと思います。ぜひやってみてください。そしてこの喉が動く感覚が分かったら、 横隔膜をなんか、あれですよね、前に出したりとかやってるっていうよりも、喉を上下させる感覚の方が強いはずなんですよね。うん、うん、うん、うんってこう、うー、うーって空気の強弱じゃなくて、うーん、うーん、うーん、うん、喉をスライドさせる動きだと思うんですけども、この動きが分かったら、この動きを的確に音を当てていくように合わせていくって感じです。動きが分かったら、その動きを的確に合わせる。はい。なので、こっからちょっと音程を決めて練習していきたい。男性なら F3 から C3。 女性ならら D4 か A3 この辺でやると分かりやすいからかやりやすいかなと思います最初は慣れたら音程はどんどん下げたり上げたりしてみてくださいビブラートはできるんだけど高い音だとビブラートできないんですよねっていうのは単純に高い音の方が難しいんですよなので高い音でしっかりビブラートする練習をしないとビブラートは高い音でできませんので、あのー、高い音でも練習してみてください じゃあここから練習方法を紹介していくんですけども F3C3 を交互に出しますあああああああこんな感じです慣れたらスピードを上げていきます最初はゆっくりああああ慣れたらああ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 あ ああ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 あこんな感じで3パターンぐらいにして分けてあげるといいかなと思いますこの時点でね難しい方結構いらっしゃいます7割ぐらいいらっしゃるかなと思いますので全然できなくてもできないのが普通かなぐらいに思っていただければと思いますで慣れたらつなげてくださいああ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 こんな感じです ああ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 あこんな感じですそしてこの時に注意点なんですけども2つあって声量の大小で音程の上下をしないようにああああああまあ極端ですけどああ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 くまで同じテンションああ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  同じテンション、どういうことかって言ったら、空気の使ってる力だったり、量は同じかなと思います。あー、これは多い。あー、あー、少ない。あーあ、あーあ、じゃなくて、あ,あ、あ,あ,あ、ah、あ、あー。あ、あ,ーあ、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 同じ空気の量でやってるって感じでございます。はい。 そして、慣れたら、幅を狭くしていきます。F3 から C3 やったら、D3 やっていきます。ちょっと音程気持ち悪いんですけど、まぁやっていきます。ああ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  こんな感じでやってみていただければと思います。慣れたら、今度 D3 シャープ。ああ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 あ

そしてここで音程の幅が狭くなってきてビブラートを速くやるときの注意点なんですけども例えばこの辺「あー,ああー,ああーあ」の時に速くしたいから「あー,ああー,ああーあ」ってやりがちなんですけども硬直させないでくださいなるべく「あーあ」なんか力ずくで動かすっていうよりもあくまで喉の上下を滑らかに動かしてるっていうのを絶対に忘れないでください まあ腕で、まあ、何回も例えてますけどもこの上下を速くするだけであってこうやってなんか一生懸命こうやってやるんじゃなくてなんか力入ってるのに見えませんこれなんかじゃなくてただただこう関節を動かしてる肩関節をこう速く動かしてるだけだと思ってくださいわざわざ腕のこのわかりますこの辺の筋肉に力こぶり入れる筋肉とかにこうグッて力入れながら肩関節を動かすと大変じゃないですか別にグッて力握力とかも使わないで 関節を動かした方が絶対楽じゃないですか。一緒ですあああじゃなくてあああうー喉のど盲導の上下をただ動かすだけでやってください必ず力入れちゃうとビブラートする時に力入ったビブラートになってしまうのではいそんな感じです力入ったビブラートがしたいんであれば別にそれはそれで表現ですのでまああの全然問題ないです よくてかんないかもしれないですけどもきますよくわかんなああ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 あ

それが細かくなっているだけですのでただただ喉仏の,の上下の幅が狭いだけだと思ってください間違ってもさっき言ったように「ああとかやったりとか体を硬直させてやるんじゃなくて関節を細かく小さく動かしているだけだよって感じ「ああこうすることですれ違う時の中で 動かせてるよねって感じになりますので。はい。できるかなと思います。で、こんな感じで解説自体は以上になるんですけども、絶対にやってほしいことがあって、他の母音でもやってください。いい、いい、いい、いいとか、うーうううう、えぇ、おー、おー、おとかやってください。絶対ね。はい。で、ハミングでも絶対やってほしい。ううううーん、こんな感じ。なんでハミングでやってほしいかっていうと、発声の なんか基礎、基礎的な部分、土台的な部分は、なんかこの喉を鳴らすという行為がすごく大きいんですよね。ちょっと説明が若干わかりにくいかもしれないし、伝わらないかもしれないんですけども、母音っていうのは口の形なんですよ。あーっていうのはベロの位置だったり口の形で、あーって音が鳴るんですけども、喉を鳴らすっていう行為と母音は別なんですよね。うーん、ううん、うんう、んうん。だからこのハミングでやることによって喉の鳴らし方がわかるので、 喉の鳴らし方が分かった状態のビブラートでやる。そしてその喉の鳴らし方が分かった状態にプラスして母音を入れることによって楽に母音が言えるかなっていうふうに繋がってますので、絶対にハミングでもやってみてください。うーん,うーん,うーんこのハミングの感覚。うーんあ,ーあー 鳴らしてるだけの感覚のままで口の形がただ変わってるだけだから喋れるみたいな感じなんですよね。あーあああああいい,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 い、うんてごん <laughs> ちょっと余計な説明かな。まあ結構大事なので一応補足として説明してました。はい。そして慣れたら必ず高い音でもやってみるといいかなと思います。1オクターブ上とかね。ああ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 。ああ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  ああこんな感じ。結構大変。こんな感じでやってあげるといいかなと思います。そして、この練習をしてると、 なんとなくね、この喉がね、なんか疲れてきたっていう方いらっしゃると思うんですけども、まあ正常ですので、シンプルに筋トレしたら腕が疲れてきたとか、長い時間歩いてたら足が重くなってきたっていう感じで、喉仏を一生懸命上下させてるので、腕をこうやって上下させたら腕疲れるじゃないですか。な,なので、ここを上下させてるので、シンプルに疲れるよねってことですので、全然問題ないですので、あの休憩していただいて、またやってみていただければと思います。そうすると少しずつ体力がついてきますので、その上下をさせる筋肉の、まあ、 力とかだったりとか、神経が太くなったりとか、体力がついたりとかすると、まあ、歌でこう、疲れにくくなったりとかすると思いますので、ぜひこの練習をいっぱいやってあげるといいかなと思います。はい。いてことで、今回はこんな感じで以上になります。ご視聴ありがとうございました。参考になったり、えー、なんか感想があれば、コメントとか、グッドボタンとかいただければと思います。えー、今回は以上になります。失礼します。